これから、こういうな、沖縄の観光みたいなもんやっていこう。はい。カール、今日もカールです。ということでね、早速やっていきましょう。アワード。そう、ああいうなんていうの、ビーチバレーが楽しそうやね。ああ、はいはいはい。いいよな、ちょっとビーチバレーやってみたいな。めっちゃアメリカンな感じやろ。の。ここ俺が住んどった時に、ずっと毎日散歩に来てた。へえ。なんかカリフォルニアみたいな。ちょっとよく言い過ぎちゃう。言い過ぎた。ケニアいろんな人がいてる。そう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 。すごいやろ。多様性があるよね。素晴らしい。そうそう。ああいう楽しそうや。なあ。うん。ここインジャパンじゃなくてインニューヨーク。でもこれあれやから一応遊泳禁止やから。あ、そうこっち側来ちゃう。あっちの、何わかるよ。 あそこしかわかんない。あ、そうだよ。すごいな。いいやろ。結構めっちゃいい感じの、いい雰囲気出てるやろ。出てる出てる。だからちょっと今回アメリカのビーチみたいやもんな。今回ちょっと連れてきたのかなと思ったこれ。うん、今動画撮りながら言われへんと。まあ結構な、カールを知ってる人で、ここのビーチがめっちゃ好きで、沖縄に来たら絶対来るっていう俺らの同級生もおる。しょっちゅうしょっちゅうここでなんかたまに俺が歩いたらなんでおるんっていう人がたまにおる。そうなんや。うん。これ何の競技？どれ？え？二人？手前の。分からん。なんか。漢字は早い羽子板。そう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 。すごいな、なんかあんねやな、きっとな。なんかあるんかな。うん、なんか撮ってるしな。へえ。面白いな。すごいな。すごいな。結構な直線であんな感じやねんな。なんかここやばいよな。まあ、そう、こうやって外人さんがさ、うん、バスケをしてる感じ。うんうんうん。外人さん今日本人多いけど。うん、こうみんなこう入り乱れてみんなでやってる感じとかがすごい、日本人もアメリカ人も関係なしみたいな感じの、はいはいはい、こういう文化いいよな。まあ、今回はアラハビーチ歩いてみたいな、うん、ビーチバレーってやっぱあれなんかな、その世界ではやっぱ共通というか、やっぱなんかあるんかな、うん、のこんな感じあるよな。すごいよな。面白い。もうなんか異国やろ。異国の地っすよ。ここ日本ではないよな。ここ日本ではない。日本ではないやろ。へえ、すごいな。遊具もちょっと見てほしいんやけどさ、うんうん、沖縄にしかない感じ。あっちの方なんていう船、うんうん、アスレチックみたいな感じの遊具が、はい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 、あれ船の形になってる。パイレーツ・オブ・カリビアンみたいな感じの、はいはいはい、上にちょっと帆が出てたりとか。まあ日本の器具はあんなもんですよ。そうそう、日本のはこんなこういうのこういうの。すごいな。休みの日にこうやってみんな来てゆっくりしてるのも、いやいいよね、この沖縄っていう、沖縄とアメリカのミックスの独特の感じが。いや、そうそう、こういうのがやりたかったわけ、俺。あ、来たかった。ゆっくりしたいよ。ゆっくりしたかった。はい、この辺だけ遊泳 OK なエリアの。はい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 。かっこ悪い。勝手に。でもなんか確かな、シュノーケルとかマスクとかは NG だったはず。そうだ。うん。普通のスマの海水浴場とか。はいはいはい。と同じ。管轄してんのかな、バイク。ん？
日本人やろな。そういう海水浴場としてから一応中もほとんど岩とかがないのに、もう取ってあって、まあ、あんまりなんか変な魚が入ってこない。そうそう、これ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 、すごいなこれな、この船感面白いね。そうこんな感じなわけですよ。お手洗いない。お手洗いはしにません。どこにあるんだろう。そうそう、こういうところの海の家でご飯食べて、ゆっくりビーチで種類時間を過ごすと。あ、いいな。あとで寝てくる。トイレ行く。 OK。 今ここなんよ、売店とかがあるところ、うん、で、まあ、こっちの方に筋トレ系があるのよね。結構俺はこの辺に住んでたから、あのここ筋トレ系は歩いてからこっちに遊びに行った、はいはい、よく筋トレ系ね。でこっち側はもういいか、今日はこういいか、もうあんま興味ない。あ、スタジアム系はあんま興味ないから行ったことないね。そうそう、でこのオレンジ色の屋根あるやんか、うん、ここは基本予約制で勝手に使っていい場所じゃないね、で、これ予約席って書いてるやん。でこういうのはここの売店ところで予約できるから、いやこの人はまあ書けないいや、なんてみんなでワイワイするやったらちゃんとせえよって、ちょっと座ってる缶ビールとかな、一本飲もうかくらい全然問題ないけど、でこれでもこれ夏場とかめちゃくちゃ人気で、ほんとに抽選やねん、もう予約も抽選やねん、もうそのくらいとなれへんくて、もう7月とかやったら今くらいから抑えたりするんです。すごいな。そのくらいめちゃくちゃ人気なところやから、でワンブース結構高い、うんうん、1万2万くらいするんじゃないか。マジで。そうそう、それでここでバーベキューしながら海に遊んでみたいな感じで、もうみんなでわーって持ち寄ってビーチパーティーをするっていうのが、このアラハビーチのおもろいところ。すごいな。あ、そう、 あっち見てほしいんやけど、あの出っ張り、出っ張り、あの夕方になったら毎日あそこで釣りをしに来て、今日の晩ご飯を取りに来るガチのおっちゃんがおるね。マジでやばいやん。そうそう、毎日俺はここであのカサゴを取って帰るんだっていう、カサゴ系の魚取って釣り上げて帰るっていうおっちゃんがおるんだけど、毎日歩いて遊びに来たったら毎日おんねん。それしかすることないやろ。すごいな。あって筋トレしてる人も多い。へえ。自重でやってんねんな。そう、いやだから、うん、向こうの方に器具もあったんじゃないかな。そう。ここもああいうのを使ったりして。はいはいはい。こういう、うん、なんていうのバーとかああいうのを使って筋トレするみたいな場所。へえ。昼間とかの方が多いかな。そうなの。うん。すごいな。こういうところにで腹筋したりとか、うんうんうん、なんかいろいろな背筋したりっていう器具らしいよ。そうだ。分からん。なんか書いてんだよ、ほら。上半身ひねり。ちょっと脱いでやってみよう。はい。だいぶきしょいやん。だいぶきしょいやん。確かに。はい。そういうもんなん。俺に言うな、分かれへん。まあまあそういうな、こういうものがあるよと。ちょっとなんか昔に比べて減ったけど、めっちゃあってこの辺いっぱい。バーベルみたいなのも置いとったかな。いいなあ、このとっくり足こいつを俺も家の前に植えたい。そうそう、こんな感じなんですよ。こっちもうちょっといたら宜野湾やから、うん、宜野湾側はちょっと寂しいかな、空気も、
あっちみたいに、あれやな、そうそう、いい、いい家が多いから、なんかどっちか、ほんまに散歩の道やな、こっちは。うん、はいはい、海手の散歩道みたいな。結構続くな。結構続くね、遠いで。もういいんちゃう、もういいんちゃうかな、うん。はい、どんな感じ、今歩いた中で、うん、この良かった場所どこ、良かった場所今から行ってみよう。ビーチ。はい、せーの、ジャンプ。はい。はい、ここ、うん、この辺かな、この辺、うん、この感じ、うん、向こうの角度の方が良かったけど、まあまあ全然 こっち行く時の方が良かった。せやな、こっちの、あはあはあ、っていうやけど、でもこの旗もあるし、うん、でも全然いや、この辺とめちゃくちゃいいやん。やっぱ空気感、うん、あの柿、柿、あ、柿な、うん、はいはい、あの遊具もあって、うん、いろんな人がな、おうおうおう、だからやっぱ県民の人もいてれば観光の人もおって、観光の人もいてるし、うん、でこう、おそらく米軍の働いてる人とかもいてるから、うん、はい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 、いろんな何人が入り乱れてる、でそれ、その中でこういう遊具があって、うんうん、みんなも遊べて、いい、あ、なるほどな、だからなんかあの、うん、この一定の国の人だけじゃなくて、はい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 、いろんな国の人がいろんな関わりを持ってる、うん、ああ、これあれビーチフラッグ、これはね、なんか警報とかも出てんねんな、それは出てるやろ、遊泳 OK やんな、そう、時間帯だと思うけど、それはそうや、いや、バイラみたいやなと思って、黄色やったらちょっと注意してとか、はいはい、わざわざそのシステム掴むやなと思って、こんななんぼ なさそうなところで、まあ、冬場はな、冬場あれですよ、ここ北風が吹いたあれのよ、ここ、あ、そう、はい、そんな感じやな、ここが良かったやな、っていうことで、ちょうどビーチのど真ん中が一番好きですよと、はい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 、なるほどなるほど、柿があっていい感じ、なるほど、柿ない場所は良くないや楽しくもないし、楽しくなかった、うん、楽しくないところあった、このビーチは特になかった。ここはね。ああ、はあ、まあ、ビーチがすごいいいよな。うん、すごく。最近こうなんてビーチ紹介みたいなもんやっていきたいから、ああ、そうこういうなんて沖縄の観光案内ちょっと歩いてみたみたいな。はい、ああ、ビーチこんな感じだよみたいな。アラハビーチとはこんないいところだよねとか、ああ、はい、そういうところもいろいろちょっとこれからやっていこうかなと思ってよ。いや、いいと思う。うんうん。いや、実際結構な。その沖縄行くんやけど DM とか行く友達とか来ても、うん、どこ行ったらいいんっていう、何したいか知らんか知らんやん、俺もどこ行きたいなんか自分で考えないって言いたらないんだけど、そう、そもそも調剤とか自分の行きたいプランとかがなくて、うん、沖縄って小さいやろみたいな、漠然となんかいろんなとこう限られてんじゃないみたいながあるんかなと思って、それもあってこういうのをちょっと始めていこうかなと思って、ービーチ来たら楽しいよって、ビーチバレー参加したいもん、参加したやろ、言ったら多分入れてくれんねん、入れてくれんの、うん、行ってみようかな、なんかこっちの方がエンジョイしてるやん、へー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 、俺も OK、 俺もいいって日本語で言って多分言ってる、あー OKOK、 OK、 OK、 って来るからそれなりうまくなかったな、うん、大丈夫大丈夫、みんな下手くそやな、みんな素人の集まりやから楽しいやろこういうの、まあまあまあ、うん、いや本気すぎたら多分誰も入っていけへんねん、これ気になるよな、あ、パコパコ、うん、パコパコって面白そうやもんな、これ、うん、何か分からんけど、すごい遊んでくれる。
します。はい。あああもうお邪魔しちゃってどうでしたか。いや楽しかった。楽しかった。これなんていうスポーツですか。これは忘れました。なんていうスポーツですか。フレスコボール。フレスコフレストフレスコボール。なんかあれやな、シュラスコみたいな感じの同じブラジルやから。あのビーチバレーあのレッドいるやん、うん、今のフレスコボールやったら、うん、いらんから、うん、ちょっと本当にこうパパパパって遊ぼうっていうのはいいよな、うんうんうん、スコボール、フレスコボール面白かった。風の影響ないのが最高。そこまでなこう、うん、それこそ羽子板とかあの羽がついてると、うん、むずいやん。そうそうそう、なんかあのこれはめっちゃいいな、うん、めっちゃよかった、めっちゃよかった。あもう買う。えもう買うの。アマゾンで。あのメモってだけ。はい、ということで今日はアラハビーチでした。こんな感じでね、いろいろ交流が生まれるから面白いビーチですね。フレスコボール。フレスコボールハマってるもん。いろいろ交流が生まれる面白いビーチっていうのはね。ね、よかった、はい。というところですよ。はい。すごいな、英語喋ったらもっと楽しいやろな。もっと楽しいと思うね。こういうお店もビーチ沿いにバーがあるのがいいよね、うん、ハッピーボール行きたいんだけどな。ハッピーボール、そうだからさっきのアサイーボールがこの、うん、ここにあって有名な、はい、有名っていうか俺がずっと見ててんけど、いいアサイーボールを食べたいなと思った時から。あ、食べたことがないから、うん、じゃあ食べよう。でもなんかさっきやってないっぽい感じじゃなかった。なんかいい感じのこういう街並みめっちゃ好き。いいな。さあじゃあ次また沖縄来た時に来る場所が増えたな。ハンビー屋台村出店者募集中。これなんかできるのかな。ここになんか屋台村かなんかできるのかな。せっかくやしビーチかどっかで食べた、ああいうところで食べた方がいいかなと思って。あ、確かに。はい、ハッピーボール、アサイーボールやな。もう食ってる、もう食ってる、早いよ。だから食ったらあかんって、そういうのは。初アサイーボール、うん、パーさんに送った。あ、冷たいな、めっちゃ冷たいよな、うん、冷たい。アサイーボールっていうものをさ、うん、ずっとここに食べに行こうってなぎさに言っとってん、奥さんに言っとってんけど、奥さんはアサイーは、うん、別にいらんかなと思って。あー、なるほどな。なんか蜂蜜とピーナッツバターかけた理由がわかる、うん、おいしい、うん、確かにこのアサイー自体めちゃくちゃ、うん、あっさりっていう表現より味ない、うん、やめとけ味薄めのベリーやな、うん、確かに。でも蜂蜜かけてよかったと思う、うん、かけなかったら多分食べられへん、うん、うまっ。味付けがうまいよ、ここのお店が。これお店の味付けやと思うへん、うん、お店がうまいよな。
でも今後旅行に行って、うん、これはうまいけど、今後旅行に例えばハワイに行って、うん、アサイ食べるって言われた時に食べるとは言わんな。別に食べなくても他のもんがあるんだったら他のもんでいいみたいな、うん、これ使われたら食べるって感じだけど、うん、食べに行こうって言われたら行こうかってなるけど、別にこれじゃなくてもいいかな。まあ、でも朝ごはんにちょうどいい、うん、ないわ。朝ごはんにかき氷にヨーグルトかけたみたいな感じじゃない、うん、かき氷にヨーグルトかけることないけど、なんかあっさりしてるから、うん、全然朝でも食える。あ、うまい、うん、うまい、うん、普通にうまい。なんかもっと、うん、あ、うん、微妙っていういう感じかなと思ってたら普通にうまいわ、うん、うん、あ、美味しいわ。おいしい。どうか、うん、いける。あ、美味しい、まあ、まあまあ、めっちゃめっちゃってことだけど普通にうまいよな、うん、昨日の焼肉正直まずかったよ。だからちょうどいいよな、うん、昨日焼肉晩食べに行ったんですよ。で、うん、あのカールと前うちの動画でも卒業したサトリと3人で食べに行ったんです。まあまあ微妙なんですよ。まあ名前は出さんけど、まあもう二度と行くことないかなと思った。結構油ぎっとったから帰ってからしんどいな、重いなと思って、結局あのレモン系のあれを飲んどって、なんかサラッとして口の中がギトギトすると思って、今日はちゃんと美味しいもの食べたいね。あの、その説明しなかったよな。アサイーボールも知らん人なんかおらんと思ってたから。知らん、そう、今日初めて知った。アサイーっていうものを知らないっていう人間がもうこの世におらんやろっていうくらい、まあ言ってももう5年10年前くらいから結構すごい。すごいんですよ、あの、世のギャルたちの中では。うん、そうなんですね。知らんって言ったからさ、より食べさせたいなと思って。はいはい、ご飯はまか、うん、まだでも多分アサイを食べることは二度とないと思う、うん、わざわざ自分で食べるものではないかなっていう感じ。そうだな、誘われたらいいけど自分から行くことはないかなっていう感じがした。うんうんうん、そのできた時から食べに行こうって言うとって、うん、でも誰一人賛同してくれる人がおらんかって、今日初めて。あ、そうなの。うん、アサイーって何っていうやつがおったから、じゃあ行こうぜってなって。美味しかったです、ここ。うん、終わりました、アラハビーチ終わりました。はい、どうでしたか。よかったです。アラハビーチよかった、うん、最後にアロハボールを食べて美味しかったです。ハッピーボールです。ハッピーボールです。はい、ということでまた次回見てください。こういう道紹介またやっていきます。じゃあねー、はい、バイバーイ。アワード。